佐吉地神社の式年大祭高浜七年祭りの東山神輿が来年の祭りを前に復元修理され、このほど完了報告祭が営まれました。東山神輿復元修理の完了祭には氏子総代や東山市地区の区長らおよそ30人が出席しました。はじめに赤坂宮司がお祓いをした後、参列者が次々と玉串を捧げて修理の完了を祝いました。高浜七年祭りは巳年と寅年を祭り年として6年に一度行われる佐吉地神社の式年大祭で、福井県の無形民俗文化財に指定されています。祭りではお田植えの神事や立ち振りなどの芸能が披露されるほか、中野山、西山、東山の3基の神輿が町内をにぎやかに練り歩き、期間中高浜町は祭り一色に染まります。特にぶつかり合うことも多い神輿は傷みが激しく、東山神輿も祭りのたびに修理を重ねてきました。今回の復元修理は、購入したおよそ200年前の姿に復元するために塗装を丁寧に取り除き、傷んでいる箇所の修理方法や当時の色彩の確認などの調査が行われました。およそ2年を要した作業で復元された神輿は、叩き仕上げと呼ばれる凹凸のある屋根に金箔が押され、マス組が岩絵の具で彩色された江戸時代当時の姿によみがえりました。彩色も施された神輿というのはあまりここら海外で見たこともないんで、それが修復されてきて、本当にこういう神輿もあるんかいなと、これがずっと長いこと無事でいてくれたらいいなというふうには思っております。それが来年の祭りに皆さんに楽しく喜んで迎え入れてほしいなというふうに思ってます。はい、東山神輿は3基の神輿で唯一女神を祀る神輿で、関係者らは女性の神様にふさわしい神輿に仕上がったと喜んでいました。